てくれ。おはよう。よし、よく眠れました。今日はよく寝たのかな。昨日寝たのが2時ぐらいで、で起きたのがちょっと今日9時過ぎだったので、まあよく寝たんです。夜がちょっと遅かった。2時にあの布団に着いた。寝れなかったんですよね。爽やかな顔ですか。2時がちょっと遅かった。勉強してました。なのでふくちゃんのショールームにして、昨日そうちょうど勉強してたらふくちゃんから急に電話かかってきて、何事かと思ったら表彰式今度してくださいって言われて、あもうそんなの全然しますよっていう会話でしたね。マリーナがコカに大好きだよって言っといてって言ってたよ。どういうことマリーナ、髪伸びたな。夏休みですね。だんだん下がってる。なんかこういうのが何で立ったら、あの昨日あのラジオ体操じゃないわ、 STU 体操をして、このカメラ位置がこのままだったっけ。回しております。夏休みの子供感出てる。どういうこと、どういうこと。え、ちょ聞いてください。私子供感じゃなくて、子供感出せるんですよ。いつも出してるんですよ。みちゅのココアのモノマネおもろかった。みちゅが私のモノマネしたの。そうですよ。いつも腕時計嬉しい。いやあの模試を受けた時に腕時計をしたんですけど、それから部屋に時計がないので、お前ずっと腕時計しとけばいいやと思って腕時計してる。とかあの中学生ぐらいの時に買ってもらった、母さんに買ってもらった時計が止まってなんか動かなくなって、でも時計欲しい、新しい。なんかあの将来の夢はなんかあの時計にあんまりこう時計のブランド
にあんまり価値をまだ感じる年じゃないんですけど、全くこう、あとなんかそれになんかこう魅力されて、なんかこう特にこだわりが持つ年とか、そういう年とかじゃなくて、なんか普通に意識的に全然何にも知識もないしあれなんですけど、将来なんかこうずらーって並んでる時計を見て、なんか値段見ずにあの買える人になっていたい。どんな生活なんじゃろ。お金持ちの趣味ですよ。いやそうですね、確かに車とか時計とかに詳しくなったら、もうそれはもうお金持ちなんです。それはなかなかのお金持ちじゃないと。そうですよね。時計って高くて何円なんだろう。時計って何円。何百万。何千万。あ、高かったら家買えるレベル。宝石つければ無限に高くなる。あ、そうなんじゃ。そんな感じなんじゃ。あ、もう自分でカスタムしちゃえばね。え、なんかオーダーメイドのあれとかあるんかな。背筋めっちゃいいね。あ、姿勢ね。なんか姿勢いいんですよね。シティに入ったときはこうライザブみたいできるさ。勉強するときもこう、本読むときもこう、携帯見るときもこう。いや、こういうのもなんかいつかもなんかこういう姿勢の良さとかもなんか急にあなんかおきちゃんに盗撮されてなんか言われそうなので、あんまりこう人にねこうあんまりこう言っちゃあれなんで、あの言っちゃダメなんですけど、姿勢いいんですよほんまに。そうなんですよ、なんか自分でもなんか時々おかしいなって思う時がある。こんにちは。姿勢の良さは、なんか姿勢いいなって自分でも思う。なんか板みたいだなって。横からのがめっちゃ姿勢良かった。ダンスしてても姿勢いい。そうなんですよ。今日は歯医者に行ったのでお仕事お休みです。いや、私なんで歯医者ってあるんかなと思ったんですよね。いや、あの小さい頃から思ってたんですけど、なんか小さい頃に行ってた時はあの虫歯ができて自分がで、いや、なんでっていうのは虫歯ができてなんか行ったりするし、じゃあもし私がこれ虫歯なくてあの
なんて言うんだろう、虫歯って予防できるじゃないですか。受験虫歯予防できてたら歯医者って意味ないみたいな感じ思ってたんですけど、最近は私が矯正したりして、あ、このために歯医者があるんだなって、歯医者のなんか気づきました。大切さに。予防できたら、え、私小さい頃歯医者めっちゃ嫌いだったんですよ。歯医者が銀歯つけて、銀歯って痛いんですよ。なんか染みるというか、なんかガムも食べれんし、ハイチュウも食べれん。そう、銀歯をつけた時に、小さい頃に銀歯をつけた時に、明日から歯医チュウ食べれませんみたいな感じ言われて、あの当分の間ね、取りやすいっけで、なんかそれを言われた時になんかすごい絶望して、ハイチュウのイチゴ味がめちゃくちゃ好きだったんですよ、小さい頃。じゃけん、明日からハイチュウ食べれんのと思って、それはもうまずいと、それはいけんと思って、あのめっちゃその日から大嫌いだった歯磨き粉をつけ始めて、使い始めて、あのそれ以来あの虫歯になってません。私の原点はハイチュウ。めっちゃ好きだったんですよ、ハイチュウ。主食ハイチュウだったよ、マジで。これ昼ご飯とハイチュウ、夜ご飯とハイチュウ、おやつの時間にハイチュウしかもそういうのってなんかジョリパとかの、あのジョリーパスタ、ファミリーレストランか、ファミリーレストランのなんかレジ横になんか置いてあるんですよ、ハイチュウが。だからレジの横に置いてるハイチュウ、これが欲しいって、ハイチュウ食べるために夜ご飯食べとった。わかる？これ子供のあるあるじゃないですか。なんかこれ食べたら食べていいよって許可が下りる、親のね。プッチョはね苦手だったんですよね。プッチョの中、なんか小さい頃グミがすごい苦手だったんですよ。一口で飲み込めばいいじゃない。いや、ハイチュウの意味ないじゃない。ハイチュウ噛んで甘いのが美味しい。そう、小さい頃グミが苦手派だったんですよね。ちげえ、なんかプッチョの周り、うん、そのプッチはなんかこうハイチュウみたいな中にいっぱいグミが、ちっちゃいグミが入ってるみたいな感じの構造じゃないですか。それの周りの部分だけ好きで、てかそのちっちゃいあのそのグミの部分めっちゃいらないなと思いながら、グミ、あのプッチを食べてた。食べるときはプッチしかないときは、プッチしか選択肢がない場合は、周りの部分美味しいなと思いながら、グミの部分いらないなと思いながら食べてた。メジャーリーガーの間でも一部ハイチュウが流行ってるらしい。え、そうなの？いや、でもあれはね、もうみんな通る道ですよね。ハイチュウ嫌いな人っているの？それこそ何でそれ。ハイチュウは何味？ハイチュウは、いや、だからイチゴなんですよ。イチゴが好きなんですよね。イチゴ。プッチョ苦手。グミが苦手だったよ。揺れないで。こういうダンスのストレッチあるんですよ。なんかあのおきちゃんの話になるんですけど、なんかダンスの
ダンス踊る前になんか基礎レッスンみたいなのがあるんですよ。なんか例えばなんかこういうやつみたいな、なんかこういうやつ、それのなんかあのおきちゃんがどうしても苦手なやつがあって今度ショールームでやってもらってください、おきちゃんに。なんかこういうなんてこういうなんかこっちになんかあの笑ったら怒られるんですけど、おきちゃんのダンス、そうあぶーなんかなんかこうあのおきちゃんのダンスを笑ったら怒るんですけど、なんか基礎ダンスみたいなのがすごいなんか面白くて、おきちゃんのなんかあのなんかお尻が出てるんですよ、なんか、うん、あの今度やってみてもらってください。ほんなんかあそうほのたんほのたんね、そうおきちゃんのダンスを笑ってほのたんに追いかけられて、ほのたん追いかけられてて、みちがココアちゃんの笑い方独特って言った。え、なに私の笑い方独特なんですかね、なんなんじゃろ。なんか私喋り方も独特って言われるし、なんか仕草もなんか独特って、ほらこういうやつ仕草も独特って言われるんですよね。何がなんですかね。私独特なんですか。笑顔独特？え、笑い方独特なんかな。笑い方独特ですか？え、なになに？いや、笑ってって言われて、あの笑えんよ。あ、でも時々その声どっから出たのみたいなこと言われたりするけど、あ、こういうのこれだ多分このカッカッカって感じですか。そう、めっちゃ高い声、めっちゃ高い声、キキキキキキって感じ。ちょっとじゃあ今日から笑い方変えてみよう。でもね、あの笑っとったら苦しくなるんですよ。なんか私の笑い方、なんか自分でもなんか疲れるなと思ってる。すごいなんかこの笑い方疲れるなと思いながら笑ってる。声高いか、あの、うん、どっから声出とるんっていうのは言われたりするけど、座敷わらしかあるよね。え、どういうこと、あ、こういうこと、これ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 高い声出るどういうことみたいな感じになる。それはなんかちゃんと原理があって、こう笑うときに多分こうなんか笑うのを我慢してこう喋ってるから
か笑うのもなんかすごい我慢してるんですよ。なんて言ったらいいんだろう、私になってみてほしい、みんなに。え、どういうこと、あ、こういうことあーもうダメじゃこりゃ。そうですよ、声のね、笑いを我慢しながら、話してるときは声低めな感じするあ、より高低差な感じそう、マジかいって私どう言ったんじゃろうね、うん、低い声も出るんですよ。なんだっけ、あの低い声出るなって実感した時があって、チャーチャーチチチチチチチャ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 チ一番綺麗な宝石をあげる。サッシーの歌りの時にここの歌りだったんですよ。めっちゃ低いなと思いながら、あ、私この声でも出るんだと思って、低いなと思いました。声チャラ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 チャカチャカチャカチャンチャンチャン、踊りたいな。12秒楽しい。大好きな人の低いところ。愛とは何なのか、やっと分かった。大好きな人の最初マジ低い、もっと低いかな。愛とはでも自分の一番低い声どこなんだろう。おー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 、これが一番低い声です。うん、これが一番、これがこれ、なんかこ顔低くなる。これが一番低い声です。一番低い声出そうとしたら、え、なんか顔こうなりません？え、自分だけなんかな、待って、え、難しい。え、みんなこうなるよねえ、でこれ人間の心理、これどうしてもこうなりますよね。しんちゃん、クレヨンしんちゃんは普通に喋っとっても急に言われるけ、クレヨンしんちゃんのモノマネせんといてみたいな感じ。なんか母さんに、なんか母さんとお寿司食べてる時に、なんか私がこう熱心にすごい喋ってたんですよ、こう急にね、何か、いやクレヨンしんちゃんのモノマネせんでいいけみたいな感じで言って、いやしてないけしてないけみたいな、なんかしてないのにね。に出るんですよ。待って、今日のなんか寝癖さ、こうじゃない？なんか今日の髪の寝癖なんかこっち流れてない？すごい話変わるんだけど、低い声、一番低い声はこれぐらいの声、これぐらいの声でーす。
これが一番低い声です。なんかこういうクレヨンしんちゃんにキャラクターいません？低い声。あ、ぼーちゃん？え、ぼーちゃんこんな声でしたっけ？あ、でもなんか鼻水垂れてる子か。え、ずっと鼻水垂れてる子ですよね、ぼーちゃんって。え、あ、そうよね、そう。これぐらい低い声がぼーちゃん。低い声、うん、一番低い声ここです。しんちゃん、あ、でもこんな感じじゃない？え、待って、お腹鳴ったんだけど。え、無理。みんなできるよ多分これ。みんなこれできる。似てて偉い。一人クレヨンしんちゃん。しんちゃんのモノマネでいつもどうやってたっけ。しんちゃんのものっていつもあ、おおい、おらしんの好きだぞ。いつもの声と何が違うんじゃろ。あとは風間くんとまさおくんとねねちゃん。風間くんできないな絶対。いつもの声よこれ。逆にしんちゃん何が違うんだろうって思う。うん、あんまり変わらないよ。普段の声とあんまり変わらん。で、風間くんと正雄くん？え、カバオくんみたいなおらん。アンパンマンだった。なんとかおくんとか、なんとかおちゃんとか、なんとかみちゃんみたいな、ドラミちゃんみたいな。アンパンマンとかなんかかぶる。モノマネってでもなんかで、なんかできる人ってなんかできるじゃないですか。なんて言ったらいいんだろう。なんかモノマネできる人ってなんか何でもできるじゃないで、なんかモノマネ一個できる人ってなんかいっぱいできません？なんか凄い、足に鳥肌が立った。急に そう、できる人ってなんかできる。急に寒気を感じた。何時ぐらい？
私ジェットコースター乗れるんですけど、あのなんかそれはなんか小学生の頃あの修学旅行で、あのなんかジェットコースター乗れる人みたいなのと、なんかジェットコースター乗れない人みたいな、わかりませんでした。なんかそれジェットコースター乗れない側になんか言ってたんだけど、そしたらあのなんかあの友達がいなくて、なんか先生と回るよみたいな感じでなんか言われて、なんかそれはすごい嫌だったので、あの別に先生が嫌だったとかじゃなくて、なんかすごいそれ嫌だったんですよ。なんか私的に多分その時の、時計友達と回りたいと思ったら、なんかジェットコースター組になって、必然的にそれでジェットコースター乗れるようになったんですよ。いざ一緒に乗ってみたら、えジェットコースターっておもろいやんって思って乗れるようになりました。先生にはごめんけど、悲しい話じゃない、いい話ですよ。目覚めた瞬間でした。そんなことがあったおかげでふわっとしてますよね。あの何なんですかね、この瞬間ですよね。なんか体を置いてけぼりな感じ、なんかジェットコースターの時こうこうじゃないですか、こうだんだんてってってこうだって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 上がってて、こう降りる時になんかこうだって体まだここにあるのに、なんか行ってるみたいな、こう下にもういるみたいな感じじゃないですか。なんか魂と体のなんかこう引っ張り合いみたいになりません、なんか一瞬でで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 、ヒューあーってなる伝わりづらい、伝わってる、これ浮くお腹が、幽体離脱って幽体離脱ってなるよにあるワシューダーハイランドのやつ本当にやばい。2回行ったことあるんですけど、ワシューダーハイランドに、岡山のなんかこ怖いですよね。キーキー言ってキーキー言うんですよね。なんかジェットコースターとかなんかキーキーガタガタ言うんですよね。なんかすごい怖いある意味怖い感じしますけどね。パラレルワールドってあるじゃないですか、現実とは違う世界のパラレルワールドの話とか、パラレルワールドの話ってあるじゃないですか、なんかよく言われてるような、もしこれじゃない世界みたいな、あの絶対世界、なんかいろんなのをなんか見てみたい。STU じゃ、もし名前が STU じゃなくて
HSM とか HSM48 とかだったら広島なんですけど、広し HSM じゃ広しマを取ったんですけど、HSM48 とかだったらどんな感じなんだろうとか、兼任する人がなあちゃんじゃなくて違う人だったらどうなっとったんだろうとか考えられないじゃないですか。だってなあちゃんに出会わないとか考えられないじゃないですか。いろんなね、で、あの一番最初で私がもし暗闇の表題曲選抜に入ってたらどうなってたんだとか、面白いですよね。なんかパラレルワールドってなんか、まあ今のこの現実じゃない世界の分人の想像だけで作られる世界だから面白いですね。個人個人の想像力の中に世界があるってことですもんね。あ、気づけばもうこんな時間じゃないですか。よく話す。入れ替わってみたいメンバー。前田敦子さん絶対苦しいだろうな。大きいとこ行く。確かに意外ですか。なあちゃん、なあちゃんはなあちゃん、なあゆいりさんも、まあ、ゆいりさん、なんかわからないけどわかるじゃないですか。まだわからないことも多いけどわかる。 ST にいる時のなあちゃんはまあわかるじゃないですか、少なくとも。ゆきりんさんなんか大変そう。なんかいやもうなんかなんか全く そうどんな世界を過ごしてきたんだろうと思って前田つくなってみたいなと思って。苦しい、その分楽しい、輝いてる。なんかいろんな深くないですか今日のショールームの話。深いですね。またこんな話もしましょう。それでは本日はここら辺で放送終了したいと思います。なんじゃこれ。ではなんで立ってる、あのちょうど昨日配信したカメラ位置がここだったので、あのこのままお届けしました。
あの画角の変わらずに。はい、ではありがとうございました。ランキングを読みます。13位赤ヘルサンタさん、12位ケブピエチさん、11位、リョーイさん、10位タクドさん、9位ヘイさん、8位筋肉愛好家さん、7位ネゴクアさん、6位コマメマキさん、5位スエンさん、4位ステックさん、3位コマメマキさん、あ、違う、タイのコマメさん、2位ノッシーさん、1位は団子部長さんです。ありがとうございます。てれてれてれ、バースデートゥユー。それではあのお仕事中の方も皆さん、お昼休憩の方とかもいたかもしれないですけれども、配信を見ていただきありがとうございました。この後も頑張ってください。ファイティン、応援してますよ。1分だけ見れた。そうですね、そういう方もねいるかも。皆さんお昼休憩だった方もね、頑張ってください。ではバイバイ、ありがとうございました。